今日は、はい、ゲットレディーウィズミーを撮ってみたイエーイこれ合ってますか、ね、初めて聞いたんだの。じゃあちょっと食べながらやっていいですか。はい、はい、今日は私のお気に入り持ってきたんで、これをつまみながらやりましょう。イエーイ、ありがとうございます。これもあります。ではやっていくよ。やっていきます。一緒ブースタートーンのブライトニングブースターです。これめっちゃいいよ。ありがとうね。ありがとうね私はこちらです。アイソイの拭き取り化粧水パッド。朝はね、洗顔するのが大変な時はもうこのまま拭き取るだけですか。そう、拭き取るだけ。これ前過去の YouTube で松木さんが紹介していた、あのご飯食べながらでもできるパック。めっちゃ息ひたひたでしょ、うん、それね。これ伝わってほしいよね、うん。ミティアのインテンシブマスク C を朝使っております。綺麗に貼るな絶対に浮かせないという気合。なるほど、首まで行かないと。スキンケアはこうですね。はい、お願いします。私はもうしれっと化粧水まで塗っております。それ好きだよね、うちは。めっちゃ大好き。ミラリオーガニックのコンセントレーテッドバランシングローション。これめっちゃいいですよ、皆様。なんかハンバンっていう韓国バージョンの漢方みたいな、あの処方になってるので、こうすごいパワフルなのに、あのちゃんと中身は全部オーガニックなので、これで笑わせるのがいいですよ。笑わせないとねえ、綺麗に貼ったのに。はい、ということで私は化粧水に普段スキンケアは LINE で使う派なんですよ。なのでアイソイのトニックエッセンス、シャバシャバ系のお化粧水使っていきます。私はこちら。私もライン使い、ミラリオーガニックのトリートメントモイスチャークリームですね。これはなんか軽やかなんで、あんまり朝使っても崩れたりとかしにくいし、これ香りのテクスチャーもめっちゃいいよね、うん、香りなんか紅茶っぽい、うんうん、こちらがアイソイの美容液。水分系ですか。そう、水分系です。だいぶジェルテクスチャー。本当や、シミの消しゴムって言われてるんやで。うん、コトちゃんはシート終わったら終わって もう UV に行きます。えクリームとかいかない肌。それかこちらもうスキンケアクリームみたいな感じなんですね。食べていいですか。どうぞ。あ、食べてくださいこれ私もクリームだと思ってるんですよ、この子のこと。へえ。私はエッフェのモイスチャーミルクです。では次です。こちらベースメイクはエトボスミネラルインナートリートメントベースポーセリンベージュです。人気の下地の新作になります。私の下地はトーンのベースルミネッセンス。どうも。はい、こちらはパールが入ってる方でございます。あ、そうです、そうです。これマジでつけて、うん、あの塗った後シートマスク外したみたいな肌になりますね、うん、素敵な表現。今塗ったよみたいな、はい、私はメイクはツヤがないともうお顔がちょっと生き生きして見えないので。命、はい、ツヤ命なのでこの下地は最高です。トーンのベースです。私それ使ったことないの、まだ。だって割と新商品だよね。そう、9月に出たんですけど、ベース下地のアイテムでちょっとベージュっぽい色、うん、欲しいねんこれ。 SPF40 なの。え、こっちはさ、これだけでいいじゃん。こっち20パワーアップしてるんだ。これは合わせ使いっていうよりはそれぞれがおすすめ。うん、それぞれがおすすめです。で強みが違うんだ。そうそうそう。もうちょっとカバーしたい人はこれにファンデとか使うってこと、うん、のそうそうそ そう。え、これは色味は展開ありますかすごい気になっちゃった色味って書いてこれですね。あ、なるほど、はい、じゃあどんな人の肌色にも合うんだ。イエスイエスイエス最高質問攻めありがとうございます欲しくなっちゃった。で、私ファンデーション行かせていただきます。こちらです。オンリーミネラルの薬用リンクルホワイトクッション BB ライトオークル。おうちも使ってるよ、ね、これめっちゃいいです。もう2個使いました。しかも薬用ですから認証取ってるから、うん、もうやるよっていうことがもう分かってるわけですよ、うん、私は行くよって。もうパンパンパンとすると私はすごい赤みが出やすいんですが、分かりますか。めっちゃ分かりやすい、半分半分で。で、塗りたてはセミマットなんですが、時間が経つと皮脂とこうミックスされて、うん、いい感じになって艶っぽくなりますよ ね。それがいいよ、うん。じゃあ、 アイブロウ行ってもいいですかね、私。トーンのペタルニュアンスアイブロウの01番です。ペタルフロートニュアンスアイブロウ。あ、うん、ごめんなさい、もう一回お願いします言ってせーの。ペタルフロートニュアンスアイブロウうまくできてる。これいいよね。このサイズのアイブロウってあんまりないじゃないですか、うん、このアイシャドウのサイズなんでそんな使わんし、うん、量が、うん、だからめちゃくちゃいいです。よし、じゃあ私も
トーンペタルフローとフローレスタッチコンシーラーです。9月に発売したばっかのやつ、右下のこのベージュの方を使って赤みちょっと手置きしてから、本当に全然そうポンポン。でしかもコンシーラー塗ったみたいなさ、厚さ全然なくない、うん、確かに綺麗、超馴染むんですよ。でその横のベージュがもっと明るい方だから、なんかちょっと目尻のくすみとか万能万能、めっちゃレモン切り結局皆さん、落ち着いて、大丈夫、大丈夫、ぼかすから大丈夫です。次、私アイブロウに行く。私は葵先生と色違いかな。はい、02。私はもうね、毛がしっかり、しっかりマンだからもう描かないですか。もう、そうなんです、毛並みを整えるオンリーです。私は逆にちょっと眉尻、皆無なので。抜いてたの？わかる、私の眉毛抜いてて生えてないところある。では、アイシャドウ参ります。トーンのペタルフロートアイパレットの01番です。私の今日のメイクのテーマはお仕事の日もちょっとときめきたいピンクメイクなので、かわいいピンクを入れたいなと思ってこのアイパレットを持ってきました。これめっちゃかわいいんですよ。ほんと肌色問わず使えるやろっていう絶妙なカラーなのと、パールがなんか溶けるみたいになじむからこれめっちゃかわいいですよ。もう見た時びっくりしましたもん、うん。まあ、イエローベースの人、イエベ春とかの人にはもう絶対迷わず使っていただけるカラーなんですけど、発色がそもそも結構ナチュラルだからちょっとまあブルベ寄りの人でも使えると思う。ちなみにブラシは最近出たスナイデルのおそろブラシ、これめっちゃいいんです。よかったよかった、ちっちゃいのもあって、めっちゃいいですよ。これなんか初めて触った時もう絶対買うと心に決めて。よかった。私のアイシャドウ、こちらです。トーンペタルフロートアイズ9番と11番を持ってきました。これ10月4日に発売したばかりですので、あ、私のメイクのテーマは言ってなかった。あ、何何？最近私は毎日使って…うるさいなもんでずーっと言うぞ関西人。なんか私が喋るときだけ邪魔されるメイクのテーマが、基本的に最近多幸感を、多幸感、ハピネスってこと？そうです、幸せな女に見えるメイクをしております。へえ、なので基本ピンクにしてます。なんか今まで私自分のことイエベ春だと思ってたんですけど、リープルフェスで診断してもらったらブルベ夏がファーストって言われたの。でもセカンドがイエベ春みたいに言われて、ちょっと青みピンクに挑戦し始めたらすごいハマったのがこの09番のアイズなんでごわす。でもすごい透明感増し増しかも。でしょ。私はですね、こちらもうセルボークの初期の初期からあるこちらカムフィブラッシュの03番、チークなんですが、私はこれはもうシェーディングに使ってます。なので鼻筋と顎だけ入れてます。なんか頬に入れるとすごいこけて見えるからそこは抜いてます。え、チークですか。チークですよ。同時に行かせてください。せーの、はい、はい、待って待って。え、私も私 EX4 番、01番ありがとうねだってこのまず楕円形っていうかこの丸じゃないのが可愛い。トーン紹介してもらいながら私自分のメイクばっかりしてる待ってくださいね。なんだマスカラ、それ黒でしょ。やらせじゃないの。トーンの案件動画みたいになってるよねでも本当なの。え、マジでいいんだってこのロングラッシュマスカラは。ちょっとこの子は私も黒です。私はブラウンの木に出てきます。ピンクってなんか結構ピンクピンクしてるやつ避けがちなんですよ。めっちゃイエローベースなんで、浮いちゃうかなって避けがちなんですけど、トーンのこの01番のチークはつけれる、しかもこう、なんていうの、振り向いた時とかの光の当たりでこれつるんちゅるんって見える。今小林さんが使ってくれてるカラーが一番そのちゅるんと感強いかも。ほんまや、ハイライトしたみたい。そう、ゴールドパールめっちゃ入ってるんだよ。これもちなみにスナイデルのブラシなんですけど、これもめっちゃいい。チークのブラシもめちゃくちゃいいです。私チークはセルボーク。あ、なんか斜めカットになってるみたいな。これもすごい好き。かっこいい、シック。そう、 RMS ビューティーのフロセッコフィズハイドロデュールミナイザーハイライトです。これはもうめちゃくちゃ良くて、なんか RMS ビューティーってもともとルミナイザーっていうクリーム状のハイライトがすごく人気なんですけど、それの何個買ったかパウダーバージョン
あのよれたりとかせずに使えるのに、あのルミナイザーの良さはそのまま残ってる。ジェルトゥーパウダーっていうちょっと潤い感のあるパウダー、気になる、気になっているハイライトです。わかります、ここと、ここもうツルツルしたよ。お、かわいい。ここにのせたら、なんかキュッていい感じなって、で、こうなんかアイシャドウのブラシとかあったら、これで目のここ、このここ、そこ大事っていうね。ここに光を宿していくんですね。良いね、良いね。もうリップで完成します。早い。リップ2つ、トーンのカラーブロッサム13と EX3 を重ねます。まず13のピンクベージュの方を全体にグリッといっちゃいまして、結構なじみ系のカラーなので、この EX の方を内側にのせます。メイク終わり。早い。じゃあ私ハイライトいきます。こちらハイライトとアイカラーがセットになったスナイデルビューティーのフェイススタイリスト03番です。ハイライトカラーを塗っていきますよ。じゃあちょっと私髪の毛スターティングしてきますよ。確かに確かに。どこのか分かんないスプレーなんですけど、これがめっちゃ細かくない？めっちゃ細かい。ただの水なんですけれどもね。なので、この前髪を復活させるためにびしょびしょに濡らします。リップです。私はトランキスの CBD のオイル、リップオイルにビオールのリップセラムを重ねていきます。浸透がすごいいいので、どのリップの下地に塗ってもその後のリップのノリが最高に良くなる。しかも、CBD 入りなので、ちょっと切れちゃった傷口とか、ちょっとこう縦じわから割れてしまった唇なんかもケアしてくれるので、これはすっごいおすすめで、こちらですね。それよく使ってますね。はい、2本目です、3本目です。これはもう1本でグロッシーな仕上がりになるので、もう荷物が減って最高です。かわいい。でもちっちゃい時にこうやってさ、ウニョンニョンニョンって鉛筆やった。そうやったよね。私だけすごい急いでやってますが、この後打ち合わせがありますので。めっちゃ急いで、はい、巻きの柴山です。巻いております。じゃあそのついでに私ももう塗ったんですけど、リップ紹介したいと思います。私三重奏してるんですよ、リップ。レジェンダリーセラムリップスティックのミッキーというカラーを、あ、ミッキー内側に塗って、その上に、セルボークのアラウズリップの02番の黄色みたいなカラーがあるんですけど、これをこう内側に塗った後に、さらにセルボークのグロスをさらに上に重ねて、これを最後に重ねることですごいこう軽やかなツヤのある唇を作ってくれるので、めっちゃおすすめ。三重奏、これ柴山さんと同じでした。なんか我々被ってるの、プロダクト。はい。アイロン使う人いますか？使いません。使います。あ、じゃあ置いときますわ。使ってください、はい、お願いします。柴山完成しました。完成完成したので抜けます。ヘアオイルの後に同じシリーズのこちらですね、ヘアワックスを使っていきます。内側からつけてまいります。ということで馴染ませましたので、もう終わりですか？はい、やばいやばいやばい、追いつかない追いつかない。そう、ブロッキングでストレートにしてるんですか？そうなんです。癖毛なので、跳ねるしうねるんですよ、内側が。本当なんかもう毎日サラサラのストレートだから、その陰には努力があったってこと？それを助けてくれてるのはこちら。お、すごい、ラブクロムのコームです。今日はあの動画外にいるんですが、ビープルの、PR 松木さんはラブクロムめっちゃ持ってます。え、ね、決めてくださいよ。うなずいてる。はい、ということですいません。はい、ということですいません。ヘアケアいきます。はい、こちらがですね、トーン28というブランドでございまして、コスメキッチンのコスメキッチンビューティーニューマン新宿店がオープンしたんですけれども、リニューアル でそこでこう新しくブランドのラインナップが広がって、そこで初導入となった韓国ブランド、韓国コスメのブランドになっていて、自分のこう工場もお持ちで、かつ研究も自社でやられてるブランドで、パッケージもすごい可愛くて、アイテムの香りもすごくいいので、このヘアミストを今使っています。
初めて見ました。振ってこれチューリップの香りなんですよ。かわいい。なんか私は香りの傾向としてムスクとかジャスミンとかリリーとかが好きなんですけど、うん、そういうフローラル系好きな人は絶対好きだと思います。これは何の目的で振ってるんですか？水分のチャージとなんかオイルなんで外にコーティングしてくれるんですよ。ベタつかないし、サラサラで香りが結構続きます。で、これでヘアオイルを、このシンピュルテのヘアオイルを部分的に使います。私はこうやって髪の内側、この耳のとこですね、内側がパサッとしてると髪の毛全体がパサついて見えるのと、膨らんでくるのでこの内側にって塗って、残り前髪チェッチュで終わり。ちなみに私、うん、シンピュルテだ。でもこれが一番人気の香りですよね。あのいつもメイク前にシュッシュって振ってるんですけど、とてもいい香りです。思わず深呼吸してしまうような、森林浴っぽい。うん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 、めっちゃ可愛いですよ。ニューマン新宿行ってください皆さん。ということで準備終わり、引き返してきます。準備が完了して着替えてきました。アイオアイテムたくさん使ったのでぜひ参考にしてくださいね。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。